はい、皆様2024年明けましておめでとうございます。2023年はやっと収益化ができて1000名突破して、はい、たくさんいいことがありました。本当にありがとうございました。また2024年もよろしくお願いします。はい、ということでプレゼント企画、新年早々のプレゼント企画、まあ、1000名の時できなかったんで、はい、プレゼント企画を実施しようかなと思っております。一応年末に流した動画ですね、それ見ていただけたらわかると思うんですけど、はい、たくさん一玉奮発しました。全然収益ないのに、はい、ということでそれを紹介してってプレゼント企画をスタートしようかなと思っております。はい、その前に、はい、松山みかんからジュースをいただきました。このキャップは出荷前のキャップなんですけど、はい、これ逆にみかんっぽくていいと思うんですけどね、これ白色になって皆さんにはお届けになります。で、これも販売する予定なんですけど、1本2200円、総量込みくらいです。ちょっと高いですけど、めっちゃうまいらしいんですよ。相当今年はうまいのできたって言ってたんで、ちょっと試食試飲をしてみようかなと思っております。はい、で、まあ僕が本当にうまかったらですよ、また僕がプレゼント企画で一本これ出そうかなと思ってるんですよ。なんでちょっと一回飲んでみますね。栓抜きを持ってきましたすいませんね皆さん、絶対植物見たいじゃないですか。ちょっと宣伝させてください。今年うまいって言ってたんで、はい、開けました。これよく振ってから飲んでくださいね。もう 100% 何でしたっけ、中にキュッと管を入れて、で、そのストローみたいなのでチューってするんですよ。でも丸絞りっす、はい、なんで果汁も 100%。 一応これ映るか分からんすけど、はい、入れておきます。松山みかんが作ったやつで、開封したら2024年じゃないですけど、開封せんかったら2024年の12月、また1年は置いときますんで、はい。で、720っていうのがやらしい量なんで、多分すぐなくなると思います。ご家族で飲んだら1杯ずつじゃないですかねはい、ということでそれをちょっとうまかったらプレゼントさせていただきます。さあ、うまいんすかね。いくらうまいとはいえ、おお、すごい。おお、すごいですね。丸搾りジュースです。あ、これは相当フレッシュな丸搾りジュースですねすいません、食レポは下手で。飲んでみたいですか皆さん。飲んでみたかったらコメントください。プレゼント企画に入れます。うまいかどうか、まあ、2200円って考えたらちょっと高いですで、手な味ですね。まあ、うん、プレゼントでもらうんやったら十分美味しいな味なんで、やっぱマドンナはそのまま飲むのが、食べるのが一番ですね。まあ、松山みかんの一応広告として今出させていただきました。はい、お時間取らせてすみません。ということでプレゼント企画です。はい、プレゼント企画なんですけど、パキプススーパーマニアのいろいろ研究されている B さん、ビーンズコーデックスプランツさん、まあそうですね、一応販売もされてるらしいんですけど、うん、趣味の延長線って言ってたんで、もし見たい方がおられましたら直接連絡取っていただいて、まあ、一応概要欄に載せておきますんで、インスタ、はい、見ていただけたらなと思います。はい、 B さんがいただいたこの挿し木のパキプス、もう発根済みで多分パワータンクできてるであろうって言ってたんですけど、もうこれ欲しい方いらない、おられないと思うんで、うん、西様が管理しようかなと思ってます。根差しって書いてますけど、根差しの挿し木です。はい、うん、まあこれはちょっとですよねって言って、まあ B さんが一度もこれ育てろよっていう話でいただきました。はい、で B さんがプレゼントしていただけたやつですね、これが姫源流の柿子ですね。はい、今日というか、その取材時に取らせていただきたいただいた株です。もともとサボンボンさんから購入された姫源流らしいです。はい、綺麗でしたよ。一応動画に載ってるんで、それも見ていただけたらなと思います。これを1名、まあ、これと、まあ、ラインナップをこれからご紹介させていただきます。動画上げました。ラブランシュドライさんので購入させていただいた株です。下の歌ノーネームなんですけど、めっちゃいかついですよね。これ点って言ってたのかな、
多分点だと思います。めっちゃいかついカフェです。これいいですね。はい、で次姫源流。はい、そしてちょっと初めて購入させていただいたんですけど、南アフリカの植物アルブカスピリラス、はい、これです。YouTuber っぽくやってます。はい、で次赤猫。これいいですね。赤猫欲しい方おるんじゃないですか。プレゼントもったいない気がしますけど、一玉奮発しますよ。はい、ということで次は亀甲流2章です。冬型亀甲流。続きましてボンバックス。これ未章か挿し木か、多分未章だったと思うんですけど、ボンバックスが2本あります。欲しい方おるんじゃないですかこれ。これ BB です。あの BB 先輩の株いつ出すんぞって言われる話なんですけど、まだ連絡がないんで流れたんかなって感じですけど、 BB。 はい、続いてこれめっちゃいいんですよ。これもう赤猫って書いてますけどゴリ猫です。多分これ良くないですか。これプレゼント欲しいっすよね。プレゼントする前に僕ん家で増やして皆さんに株分けしましょうかってなくらいの株です。ちょっとこれどうしようか、皆さんのあのお考え、はい、僕んとこにあれば無限にゴリ猫を送れます。プレゼント企画で、はい、僕もモテますし、僕んち赤猫ないんですよ、ゴリ猫もないし。なんでもしよかったらこれゴリ猫うちに置いとって皆さんにプレゼント企画でどんどん出していけたらなっていう考えではあるんですけど、はい、まあ欲しいって方がおられたらまあ仕方ないですね。これをプレゼントします。皆さんの意見もコメント欄に、はい、載せていただけたらなと思います。で次 BB、 また同じやつですね、うん、はい、でスペシャルな、で次ですね、これはあのドラエさんプレゼンツ。一応あのドラエさんの動画に載せてるんですけど、はい、ちゃんと表現出てきます。国芸です。これ国芸かなって感じの株じゃないですか。でも国芸で間違いなさそうです、動画見てると。これが3株あります。はい、Xカップもプレゼントです、まあ、それは冗談で。あの黒猫ありますんで3株良さげですよ。多分表現出てきます。これもらうと心配ですけどね。これメリクロンって言ってましたんで、あの表現が出るまではちょっと不安かなっていう感じですけど、まあ、あのドライさんの動画見ていただけたら間違いないことが分かるんで。はい、次鳳凰釜さん、あの愛媛の、ね、の方、まあどうせやったら愛媛のもの皆さんに使っていただきたいですからね。鳳凰釜の植木鉢、これ何号か分からんですけど BB くらいだったらちょうどいいんかなって感じですよね。大きさは10、これで20なんで10歩かないかですかね。はい、これとこれです。これいいっすよね。これも同じシリーズなんですけど鳳凰釜さんの、はい、この釉薬が鉄釉薬ですかね。これがあのいい光沢出してるんですよ。で僕が選んだ決め手は、まあ、動画にもあった通りこの釉薬が垂れてるところ、かっこええなと思いますよね。これが普通の釜でやったやつと、これが上り釜、色味が違いますね。上り釜は高温で上がる鉢の、釜なんで、すごい高温、高温で焼かれた陶器と磁器らしいです。はい、これもぜひ一人ずつですかね、プレゼント企画に載せますんでよろしくお願いします。はい、ということで総勢 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
10、11、12、13、14、15、16で、これは欲しい方おられたらコメントください。これ入れたら17名の方も1人1個で我慢してください。あの全部持っていかれたら何しろかからんので、どうせやったら皆さんに、はい、味わっていただきたいですからね。味わっていただくというか持ってあのお渡ししたいんで、17名の方がプレゼント対象になります。はい、ということでこのあかねこだけコメントいただけたらと思います。欲しい方おられましたらこれコメントください。あの何希望、何希望かって言って、あ、18ですね。これ姫原理もう一個あったんで、サボンボンさんの BB さんから、じゃあ B さんからいただいたやつです。それがあるんで18名の方、18枠あります。で、何希望か書いていただいて、で、一応プレゼント企画何しようかな、数字にしましょうか。皆さん分かりやすいんで、ドラ屋さんで買った領収書使います。これだったら書きもう1枚しかないですから、あのちゃんと、裏に書いても問題ないですよね。これが不正はできないなっていうのは分かると思いますんで、間違いなく30日に購入してるやつなんで1枚しかもらえない、このように1枚しかない領収書です。この裏に書きます。はい、ということで間違いなく不正ができないということでやらせていただきますね。で、藤岡 TV と同じになるんですけど、はい、前と同じような感じでやります。1から300の間にしましょうか。いや多いな、1から100にしましょうか。でも時間あるくん、1から300でもいいですよね。はい、じゃあ1から300にします。18桁今から書きますね。1、2、3、4、5、6、3、6、18、多いな、大変な数字、今考えるのもこれか、また同じことやるのもあれやすな。すごい、迷いますね。適当に思いついた数字にしましょう。その方がいいや。うわ。この数字を書くのもちょっと疲れますね。どうしよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、適当に選んだ数字はジュースにしとこう。ジュースと猫にしましょう。ゴリ猫ね、ゴリって書いておきます。はい、書きました。見えてないですよね。はい、書きましたよ。はい、書きましたよ。もうこれ世界に1枚しかない領収書ですから、不正できないですからね。ちゃんと書いてますんで。ほい、見えました。はい、ということでこの中から欲しい商品選んでいただいて、で番号がぴったり、ぴったり選んだ人で数字書いてくださいね。1から300にコメントなんでいいんで、で欲しい商品数字1から300の間の数字を変えていただいて、でドンピシャで当てた方はもう即もう無条件でお渡しします。もう確実ですから。でゴリ猫とジュースはちょっと保留で、欲しい人がおるか、さっき言った通りいつまで管理して小株をまたどんどん増やしていくか、これ来年胴切りしますんで、ゴリ猫、はい、それでやっていきます。一応18桁変えてますけど、欲しい商品と1から300の数字を添えて、ご応募ください。とりあえず1月3日の、8時まで募集を受け付けようかなと思います。1人1回でお願いします。はい、あのライブじゃないんでバーとはいけないんで、1人1回だけお願いします。
はい、また来年はもっと増やしますんでね、まあ、ここでも一玉結構頑張ったつもりですけど、はい、皆さんのための、皆さんに感謝をするための企画ですので、はい、よろしくお願いします。ということで、欲しい商品と300までの数字をコメントいただいてご応募ください。はい、はい、ということでプレゼント企画1000名ありがとうございました。それのプレゼント企画を取らせていただきました。うん、これでまた2024年も皆さん動画を見ていただけたらなと思います。はい、ぜひ見てください。そうですね、また毎週上げていこうかなという感じではありますけど、モノマネとかいろいろできたらいいかなと思っております。モノマネむずいんですよ。僕モノマネ芸人じゃないですからね。めっちゃむずいんですよ。あ、そうや、ファキブスも書いとかないかんですね。ファキブスも、これファキブスにしよう。ファキブス未勝、欲しい方がおられたらっていうプレゼント企画にしようかなと思います。18個ですよね、間違ってたらごめんなさい。また訂正するかもしれないですけど、概要欄か、はい、コメント欄にまたチェックいただけたらと思います。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,OK 18ありました。ゴリ猫とジュースは要検討でお願いします。でパキプス挿し木も欲しい方は一応変えてますけど、もういらんよっていう方がおられたらもうそのまま僕が預かるんで、一応カッコで今書いておりますんで、はい、その方はその数字が当てられても、まあ、欲しいか欲しくないかは決めてください。はい、ということでもう最後になります。2020年もまたよろしくお願いします。はい、飛躍の年になればいいなと思っております。ということで、はい、長くなりましたけど、プレゼント企画のご紹介動画でした。はい、また2024年もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。これめっちゃいいっすよ。いや、これ猫でしょ、これ。あ、猫ですかね。猫っていう顔が、声があったら、まあ、猫で売ります、お渡ししますけど。ゴリ猫やったら欲しいですけどね。多分ゴリ猫になると思うんですけどね。一応近くで見せてなかったなと思って今見せてますんで。はい、よかったら。ちゃんと映ってたらいいんですけどね。一発撮りなんでどうかわからんですけど。BB はいいっすね。このノーネームもめっちゃいいんですよ。で、このアルブカです。可愛らしいですね。はい。一番高級なのは。